んこんばんは。俳句作家の上野貴子です。上野貴子の俳句 TV、 今週は俳句講座をお届けいたします。今日はですね、サッチの、曲から、始めたいと思います。ちょっとね声を低くさせていただきまして、はい、それでは、上野貴子の俳句 TV、俳句講座を始めたいと思います。それでは、3月今月のテーマからね、ちょっといろいろお話を始めたいと思います。ですね、まず最初のまあコーナーなんですけどね、今月のテーマということで3月はお花見を挙げさせていただきました。やはりね、まだ咲いてないようですが、今日ですね、九段下の方にちょっとこのユーストリーム番組の、自分 TV の三越さんの、番組のね、ゲストということで、お招きいただきまして、朝10時から、行ってきたんですけれども、靖国神社のねちょっと前を通っていく会場だったんですけれども、やはりですねまだつぼみでした。全然千鳥ヶ淵の方にね向かう、こうなんていうかな、ずっとね通路ありますよね、お堀端の、全然ねこう咲いている気配はなくて、まだつぼみが硬いようなね感じでしたね。まあ東京ではそんな感じなんですけれども、いろいろですね開花予報を調べてみたんですけど、そろそろですね、今年は3月20日ぐらいが目安の予想らしいんですけれども、高知、四国の高知あたりから、桜前線が、スタートするのではないかというのが、今年の、開花予想のようなんですね。でですね、それは開花予想というのが、それをちょっとね私も調べて知ったんですけど、開花予想って今ふっと私言ってしまいましたけれども、これがなんかね正確には違うんですって。ここのところ、この何年か前から開花宣言というふうに正確には気象庁の方では発表しているらしいんですね。予想とか予報とかそういった言葉は厳密には使っていないということで、宣言、開花宣言の日というふうに言っているらしいんです。で、私が今自分として言いたかったことは、その開花宣言というのだけではなくって桜前線のことをちょっと今自分としてはイメージして、お話ししたかったんですけれども、今年の桜前線は、四国高知からスタートするのではないかというのが、大体の気象庁の関係の、予想のようなんですね。これはですね前にもお話ししたかと思うんですけど、桜前線というのはこう気象庁が決めているその、まあ、定点じゃないんだけど、その観測場所っていうのがあるわけなんですよね。その観測の台っていうのかな、その観測地点をこうつないでいって、こう線を作って日本列島の緯度に合わせて線を作ったものが桜前線になるわけなんです。で、まあ入り組んでいるので、まあ、難しい予報なんだけれども、それが今年はですね、四国高知から始まるのではないか、それも3月20日頃ではないかと、予測されているらしいんですね。これは、九州と四国っていうのが毎年競ってるんですって。これはちょっとですね、私も関東人だったのでこの話はよく知らなかったんですけど、これちょっと面白いなと思ったのが、大体が九州が勝つらしいんですね。日南海岸だとか鹿児島の、まあ、入り組んだ地形でちょっとしたそういった気温の変化で、
四国と九州がいつも競ってるんだけれども、大体が九州が勝つらしいんですね。だけど今年はですね、四国高知からスタートするのではないかと言われているらしいんですよね。この辺はちょっと面白いとこだと思うんですが、これは関東人には珍しい話で、毎年でも地元では競ってるらしいですよ。で今年は四国が勝ちかなみたいな話題になっているらしいんですね。で全体的こちらの関東の方までどんどん桜前線北上してきますよね。で緯度のあれ関係からだんだん北上してくるんだけれども、気温かな、で平年並みか、やや早い見込みということなんですね。で、この辺は関東ですから、東京あたりは3月のちょうど来週23日あたりが開花宣言が出るであろう予想の日なんですね。これすごくややこしいんですけど、まあ単純に言ってしまえば、開花予想日ということになるんですけど、それが23日みたいなんです。そしてもう一つ気になるのが満開ですよね。咲き始めるのがいつかなっていうのと、もう一つは満開がいつかなっていうのがあって、で満開っていうのは4月の初めらしいですね。今年では4月1日前後ぐらいということで、そんな感じの予想らしいんです。で先ほど言ったように、予想は正確な、なんか発表の段階の日にちではなくって、その宣言というふうな言い方を気象庁ではするらしいんですけれどもね。そうやって聞いてみると、よく朝の天気予報なんかで、花の桜の開花、予想だんとかかんとかなんて言っている中で、開花宣言が出ましたとか、そろそろ開花宣言が出るのではないかと思われますなんていうふうに言ってますよね。なんかね、そういった微妙な、ニュアンスの違いがあるらしいんですね。で開花日っていうのは、これがまた、咲き始めさえすればいいのかというと、どれか一つの枝から一つだけ咲いたりしててもダメなんですって。まあ一つ二つだと、そのまあ間違いとかね、狂い咲きじゃないんだけれども、何かの拍子で間違いということもありえるので、5、6輪、一つ二つではなくって、5、6輪ハラハラハラと開き始めたというところで、開花宣言を出すということなんですね。これはそのですね、開花宣言っていう、決められた、それを出すって決められた標本木っていうなんか、木があるらしいんですね。予想対象にするために気象庁が決めた標本木という木があって、それが少しずつつぼみが開いてきて、それが5、6輪開いたところで開花宣言が出るということのようなんですね。なんかよく靖国神社なんかでよくニュース出てますよね。そういった観測地点というのがあるらしいんですけれども、全国に何点かあるということで、そこを拠点として調べているらしいんですね。で、あとですね、いろいろとその開花にね、伴っていろんなことちょっと調べてみたんですけど、でじゃあ満開っていうのはどれぐらい咲いたからなのかというと、満開の定義というのはですね、その標本木で 80% 以上のつぼみが開いた状態を言うということらしいんです。まあ 80% 以上の花がその気象庁が決めた標本木の中で 80% 以上、開いてきたら、満開ということで、満開日というふうに言っているらしいんですけどね。
それが、まあ、関東では4月の初め、今年は少し早く4月1日頃ではないかというふうに、予測されているということなんですね。そんな感じで気象庁の方から出ているいろいろな、桜の、お花見情報でした、お花見情報ですよね。こういったいつ開くかとか、いつ頃、満開を迎えるのかな、見頃ですよね、見頃を迎えるのかなということで、4月の初めがやはりね、関東地方ではお花の見頃のようなんですけれども、でですね、ちょっと私は今日はですね、そのお花見には、つきもののですね、こういった桜の花漬けというのをちょっとご紹介したいと思います。こんなようなものなんですが、これは一番シンプルな形で、どこのねお茶屋さんにも売っているんですけれども、桜の花一つありますよね。花をそのまんま、塩漬けにして、まず酢で、浸して、色をね、つけるんですけど、色が抜けないようにこう酢に浸しておくんですね。そうすると色が綺麗になる。そこにお塩をかけて、まあ、まぶして保存が効くようにして、まあ昔の人はまあ樽とかいろんなものに器に入れて保存したということなんですけれども、いろんな桜漬けが今はありますよね、この頃は。これは昔では桜湯というものに使って、結婚式などのおめでたい時にこの桜のお花がねこう浮いてるような、ちょっと塩味の効いたお茶が、まあお湯、桜で桜湯っていうぐらいですからね、桜のお茶なんだけれども、お湯でこう戻したようなおめでたい席のお茶とされていたわけなんですね。で、今ではいろんな種類があって、なんかお菓子作りに使ったりね、いろいろするんですけれども、色がね綺麗なのは酢につけて色を出しているというのも、あるんですけど、私はこれは調べてちょっと見たんですけど、八重桜とか彼岸桜を、使ったりもするんですって。色がねやっぱり綺麗な方がお菓子作りなんかにはね目立っていいので、桜といっても八重桜とか、彼岸桜なんかね、早めの色が濃い桜を、よくこういった花桜の花漬けには、使うみたいなんですね。お茶にももちろんねそういったものが使われていると思うんですけどね、ね、すごく風情がありますよね。で、桜のいい香りがしてきますので、これは、お花見の時期のおすすめです。どんなね、お茶屋さんに行っても、桜漬けって桜湯の、桜漬けないですかなんて聞くと必ずありますので、お菓子屋さんにも和菓子屋さんなんかにも、結構ね時々置いてあったりもしますのでね、探してみてください。で、今はねいろんな紅茶とブレンドしてティーパックでたくさん桜茶ということで、売っておりますので、これもまたいいですよね。贈り物なんかでも喜ばれると思うんですけどね。まあお花見情報としては、そんな感じで、まあお花見といえばねお茶もいいけど、やっぱりお酒も飲みたいので、桜の入った、ワインだとかね、あとこう日本酒に桜を浮かしたりとか、なんかそんな風にして、桜のお酒も、いろんな種類が、あるのではないかと思います。それではですね、次に、今日は曜日からいくと俳句講座の日なので、それでは次にですね俳句講座に行きたいと思います。ちょっとコメントが入っておりますので、読み上げたいと思います。あ、神戸さん、ありがとうございます。
上野孝子さん、こんばんは。あ、神戸秀正さん、ありがとうございます。神戸さんなんかね、今日もあの昼間、あの水越さんの方の番組にもたくさんコメントも、入っていらして、皆さんよくご存知で、なんかねすごいユーストリームファンの、方みたいで、いつもありがとうございます。もう何かね、あのコメントを入れてくださると嬉しいです。お待ちしております。それではですね、次の、俳句講座に行きたいと思うんですけれども、今日はね、もういつも、もう私が提唱しております、俳句日記の話を、したいと思います。で、俳句日記と言いますと、まあもちろん日記とつくからには、あの普通のね、日記のことなんですけれども、俳句日記ってわざわざあの銘打っているんだから、これはなんかちょっとこう普通の日記とはなんかどこかが違うのかなっていうふうに、まあ誰でも思いますよね。そんなところで、まあ、ちょっとね、あの日記文の、起こりっていうのを少し、調べてみました。今週は俳句講座なので、ちょっとね日記文の起こりというのを、調べてみました。まあ、こういった、結果が出たんですけど、ですね、日本文学の中の日記というのは普通の日記から、日記文学と言われている、文学性の高い日記残されている中で、文献として残されている中で、日記文学というふうに呼ばれている名作という日記が、あるんですね、日本文学の中に。でですね、調べたところ、4部作というこの4つ代表な作品があるということで、出てまいりました。これがね、聞けば皆さんね、もうもちろん常識で学校でも習っているので皆さんご存知なんですけど、土佐日記もちろん知ってますよね。あ、土佐日記、はあはあ聞いたことありますって皆さん思うと思うんですけど、じゃあ誰が書いたのとか聞かれるとあれなんだっけとかって思っちゃうんじゃないかなって思うんですけど、土佐日記というのがですね、我が国では、最古の日記であろうと言われているものなんです。で、この土佐日記が日本文学史上でおそらく初めて書かれたと言われる日記文学というふうに書かれてるんですね。じゃあいつ頃かというと、これは平安時代なんです。そして誰が書いたかというと、ご存知、紀貫之なんですね。あ、思い出したと思われる方多いと思うんですけど、土佐日記は、紀貫之が平安時代に書いたと、日本の、日記文学の、おそらく初めてのものであろう、最古のものであろうと言われているわけです。それから次がですね、陽炎日記、こちらは、女流日記文学の先駆けと言われてまして、紀貫之さんという方は男性なんですね。で、こちらは陽炎日記の方は同じ平安時代なんですが、これがですね、書かれた方が藤原道綱の母という方が書かれているんですね。この辺がちょっとね、不明というか定かではないということで、お名前の方はあまり記載されていないらしいんです。だけれども、藤原道綱の母という方が、書かれているということで、藤原、兼家の、お母様であるというふうに言われているらしいんですね。で、女流日記文学の先駆けとされ、源氏物語、この後出てくる源氏物語などに多くの影響を与えたと言われている、日記文学であると言われている作品ということなんですが、陽炎日記、こちらが女性です。そして次に、有名とされておりますのが紫式部日記。これはなんとなくね、なんとなくわかりますよね。あ、紫式部が、日記を残してるんだなっていうことで、
でこれも平安時代なんですね。でこちらの日記には不明な点が多く、この紫式部日記というもの自体が明らかではないんだけれども、その表紙に紫日記というふうに記載されて保存されていたんですって。なので紫という名前を名乗っていたものはこの時代に、紫式部ぐらいしかいないということで、不明な点は多いけれども、紫式部日記と名付けられて、紫式部が書いたと言われているらしいんですね。で、紫式部といえば源氏物語で有名なわけですけど、この源氏物語も、厳密には伝説のもので、はっきりわからないんだけれども、この紫式部日記の中に紫式部が書いたであろう源氏物語につながるいろいろな記録がたくさん含まれているんですって。そこから源氏物語は紫式部が書いたというふうに言われるようになっているということなんですね。それからもう一つあるんです。もう一つが、更級日記。これも女性なんですけど、平安時代に菅原の高末の娘という、平安貴族の女性であったであろうという方が書いていて、平安女流日記文学の代表とされているということなんですね。これも定かではないらしいんですね。だけれども菅原の、高末の娘ということで、この菅原の高末という方はですね、菅原道真につながる、一族の方らしいんですね。やはりこういう、文学というか、こういった知的な世界の、ご一族らしくて、この菅原道真に、つながる菅原、高末の娘さんという方が書いたと言われておりまして、やっぱりタイトルの方が有名ですよね。更級日記と言われています。でこれはですね、回想録になっているらしいんですね。こちら回想録になっていると。で日記とこの4つつくからには、いろいろなね、さまざまな日常の生活、この平安時代のいろんな日常の生活がこの日記の中からいろいろ垣間見ることができるということなんですね。それで当時のいろいろなね、人々の暮らしぶりやいろいろな人生観などを知ることができて、記録的に書かれていたり、回想文のように書かれていたり、それから手紙文のようにして書かれたりもしているという、ことなんです。ということでこの、4つが、日本のね、日記文学の起こりであろうというふうに言われているらしいんですね。なんかちょっとね、難しい話になりましたが、まあ普段日記、皆さんもね、誰でも書いているわけですが、この日記の起こりっていうのがね、やはり平安時代に、あるんですね。いや、日本中は古くからね、日記を書くのが、やっぱり好きだったんでしょうか。日記書くといいよってやっぱり言われていたんでしょうね。あ、コメント入っております。高子さん、こんばんは。メッセージいただいたのでお邪魔しました。ありがとうございます。池上優さん、どうもありがとうございます。コメントが入っておりまして、承認の、ありがとうございます。お友達申請させていただきまして、今日番組がありますので、ぜひ、ご覧くださいありがとうございます、というような感じで、今日はね、俳句日記を、いろいろとお勉強している日なんですけれども、俳句日記についてということでね、俳句講座をお届けしております。まあね、日記の起こりというのが、4つ、土佐日記、かげろう日記、紫式部日記、更級日記というね、
このまあ4つあるということで、まあね、聞いたこと確かにあるなって思われる方はねほとんどだと思うんですけど、まあこういった日記文学というのは相当平安時代の昔から日本でも、盛んに書かれていたということで、で、日記、じゃあこの時代の日記というのは平安時代ですからね、万葉の、短歌和歌はあったかもしれないけれども、この時代にはまだ俳句というものはなかったわけなんですね。ですからもちろん俳句日記はないわけなんです。で、俳句日記っていうふうに名前をつけているのは、これはね、いつ頃からとか誰が言い出したかとか、そういったことはちょっと定かではないんですね。それこそでもどなたでも毎日俳句を書き残している、日にちと、ま、お天気だとか、月日日にちを入れてね、俳句を書き残しているというのは、まあ、大体どなたでもやっていたことなので、まあ、場所なんかは紀行文ですよね。奥の細道などは、日記というよりも、むしろ紀行文なんだけれども、行く先々で必ず俳句も残しているということで、特に俳句日記とは歌ってないけれども、そういった形で、俳句日記も、もうね芭蕉の時代から、昔からいろいろな方がみんな書き残しているということになるんですけれども、それでですね、私はこの俳句日記というのを本当に皆さんに、おすすめしているんです。で、これはもう自分も毎日やっておりますし、ブログにも発表しているんですけれども、この日記というのがなんで、いいことなのかという話をちょっとしたいと思います。日記というのはなんて言うんだろうな、その精神的感情的ないろいろな効果をもたらすということが科学的にも、立証、証明されているという、ような、ことなんですね。っていうのは毎日自分がしたことや何やら日記に書いて、思い返してみたり、それからこう記録に残しておいたりする、これは絶対脳のためにいいですよね。で、もちろん文章力をつけたりするためにもいい。で、こういったことはですね、カウンセラーだとか、ソーシャルワーカーをされている方、それからセラピストの方など、精神的なね、いろいろなコンサルとか、そういったセラピストの方だとか、カウンセラーの方などに、その患者さんに、書いていただいて、で、そのいろいろな分析のもとにしたり、アドバイスのもとにしたり、いろいろな患者さんに勧めている効果のある、まあ療法といいますかね、ことなんですね。で、ちょっと調べたところですね、日記を書くことにより精神的感情的な効果は数々のデータによって、実証され、科学的にも証明されているっていうふうに、これはネットで、これはネットで調べたんですけれども、出ておりました。で、いろいろなものを引っ張り出してみたところですね、そのメリットはたくさん多い。もちろん書かないより書いた方がいいっていうのはもう誰でも分かりますよね。人間、自分のこう今日の行動なんかをちょっと書いておいたりメモっておいたりする、絶対にやらないよりはやった方がいい。でも、それはなんで続かないんだでしょう。人間、日記って言ったらいいことだし、日記書きましょうっていうのは当たり前なんだけど、なぜ続かないのでしょうかというようなね、いろいろなことを調べてみたところですね、これが一番多い理由としてがしては、単純にですね、忘れてしまうからということらしいんですね。そりゃそうですよね。この一番の理由が忘れてしまうからということらしいんです。いや、これはまあもっともだなと私も思ったんですけど、これが面白い統計で、一番の要因は忘れてしまう。
で2番目はですね、毎日同じことを繰り返して書くのが億劫になってしまう、で書くことがなくなってしまうということなんです。まあこれはなんとなくわかりますよね。毎日つけてって言われても、なんか毎日何も今日も明日も、まあ、仕事でも学校でも同じようなことをやっているので、いちいち書くことがないで、つまらなくなっちゃうっていうことらしいんです。で3番目は何かというと、忙しくて何を書いてよいのかわからなくなってしまう。もう何から書いていいのかまとめられない。でいろんなことが起きるんだけれども、今度は逆にそれをちゃんとまとめてうまく書けないことによって負担になってしまう。でいちいち書きたくなくなってしまうという、この3つが大きな要素、続かない要素ということらしいんですね。で、あ、なるほど、どれも当てはまるなって分かりますよね。まあ、大体書こうかなと思ってたけどつい忘れたっていうのが、この本音が一番多いらしいんです。そしてですね、で次が書くことがなくなっちゃう。毎日似たり寄ったりのことしか思い浮かばない。そして次がもう忙しくって、それどころじゃなくって、もういろんなことあるんだけどまとめられなくてやってられないよっていうのが3番目。まあごもっともですねってことになるんですけど、となるとですね、これは、何でもいいから、たった一言でもいい、たった一行でもいい、何でもいいから何かにメモって、自分の日記として、その日の出来事として何かを書き残して おきさえすればとにかくいいんです、という始め方をしましょうというですね、この精神分析脳科学的な、見解からいくと、日記というものは必ずいいものだから、もし何とかして続けた方がいいんだけど、まず一言でも一行でもいいから何かに書き留めておくことから始めましょうっていうのがまずの始め方らしいんですね。子どもの頃夏休み日記書かされたり、日記書かされたり、なんかいろんなお天気マークつけさせられたり、いろんなことをやらされましたよね。ああいう続けること、継続する、自分がやったことを自分でこう分析できる、そういう能力をつけていくっていうのは大切らしいんです。でこれをね、私もちょっといろんなものを調べたり、ちょっとパラパラ読んだりして見たんですけど、これは本当に大切なことなので、俳句日記っていうのはいいですよね。これ私ね本当に進めたいと思います。たった1行でいいじゃないですか。575で17文字なんですね。でありがたいことに俳句というのは全てが想像の出来事、その物語性、空想のね、作り上げなければいけないわけではなく、そこに季節の言葉を一つ盛り込むという逆にね強みがあるんですよね。今だったら桜の話題を持っていく、たった17文字の中で、そのこの中で言うね、書くことがなくてつまんなくなっちゃうっていう、これがまずクリアできるわけなんです。で季節の季題があるから、今日はまだ桜が咲いていなかったなとか、もうそろそろ桜が咲くなとか、そこ視点に桜を持ってきてみるっていうことで題材ができるわけなんですね。でこれいいですよね。しかも短い。それからまとめられない。どうしても多すぎて、それが負担になっちゃう。これも結構正直あると思うんです。で、そこで俳句は、これもいいですよね。短くする。17文字に、嫌な顔でも、5、7、5にまとめなきゃいけないわけですから。で、これで一つ、桜が咲いたとか、桜がまだつぼみとか、そういう風にして、17文字書けばいい。まあ多少字余り字足らずだって別にいいわけですから、そこも俳句の場合はクリアできると思うんですよね。で問題は一番理由に多いというど忘れ、あ忘れちゃったっていう、このど忘れ、これだけは
確かに俳句だからといって、短歌だからといって、何だからといって、絵日記だからといって解消できるものではないんですよね。確かにこれだけは忘れないようにしなきゃいけない。ここがやっぱり一番の問題らしいんです、脳科学の分野でも。そこで打破するやり方があるんですね、ちゃんと。私これもちょっと調べて、いやーびっくりって思ったんですけど、あ、ちょっともう一つコメント入っております。その話の前にね、ちょっとコメント読まさせていただきます。あ、池上さんです。続かない要素、どれもその通りですね。っていうより、日記は宿題の絵日記しか書いたことないです。あーなるほど、ありがとうございます。そうですよね、まあ、続かないっていうの本当ごもっともですよね。でその理由の一番が度忘れ、忘れちゃう、あ、うっかり今日忘れちゃったっていうのが、あ、忘れちゃった、忘れちゃった、昨日も今日も明日もっていうんで、いつの間にかは書かなくなっちゃう。これが一番多いということなんですけど、これは本当ですよね。でそこでですね、やはりそうですよね。あ、もう一つ入りました。あ、実動さんです。あ、こんばんは。上野孝子さん、こんばんは。今日2回目の出演、わはは、午前中のご出演お疲れ様でした。いやありがとうございます。いやね、実動さんもお疲れ様でした。いや今ちょっとですね、面白い話が始まっておりますので、最後までじっくりお聞きください。ありがとうございます。それではそのですね、つい忘れちゃう、これがもうどんな分野においても、何の、あの日記においても日誌においても、これがまあ第一番の理由で、もうほんとごもっともの理由ということで、これをですね打破するためには、脳科学の分野から分析して、これをなんとか続ける方法として、まず3週間続けるという習慣を身につけるということらしいんです。だからまず自分で3週間っていうと、21日なわけなんですね。1ヶ月より短いんですけど、これがですねなぜか3週間なんですって、脳科学で分析すると。で物事を3週間続けると、人間の脳が完全にそれを覚えてるんですって。そういうふうに脳は科学的にできているということなんですね。なので絶対3週間、何が何でも一言でもいいから、とにかく21日間続けるんですって。そうするとその先に1ヶ月でも3ヶ月でも半年でも続けられるようになるっていうのが、その脳科学の分野で、解明されていることなんですって。でこれができるとまず3週間で区切っちゃうわけですね。だから一回ここで来ましたって言って、なんかまとめたりしてもいいじゃないですか、その方それぞれで。でこれでできたっていう、この3週間21日でできとってできたっていう、そのまとめがあると、それがあの習慣になるんですって。で脳がそれを覚えてってくれて、なんとなく21日続くようになるっていうことなんですね。でそれを30日にしたり、その先にどん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 伸ばしていくことは、最初の21日に比べてすごく楽なんですって。だからたとえ休もうと何しようと21日覚えちゃうんですって。これをやると、その忘れちゃうっていうことがなくなるということなんですね。これはなんか脳科学の方からの分析らしいんです。だから不思議ですよね。うっかりしちゃったなんて思うけど、21日間絶対休まずにやったっていう記録が脳にインプットされると、それは絶対に覚えていて思い出すことができるんですって。あ、そうだ、日記書かなきゃって思い出せるっていうんですね。これはすごくね面白いなと思いました。それが3ヶ月とか28日とかじゃなくて、
3週間の21日なんですって。まあ、今の生活の人間の生活のリズムがこう週単位だからですかね。3週間21日。これを絶対に1回でもいいから。これを1回でもいいから絶対にやるんですって。そうすれば、あとは思い出せるようになっていく。うっかり忘れちゃったっていうのが解消できるっていうんですね。これはちょっと不思議ですけど、本当かなとか思うんですよね。で、私はですね、まあそんなこと考えたこともなく、とにかく俳句日記って昔からの有名な俳句の先生方は、俳句の作家は芭蕉でも誰でもみんな書いてるから、芭蕉でも子規でも虚子でもみんな書いてるからっていうんで、絶対私も書くぞと言って書き始め、そして今はもう10年以上続いてるんですけど、もう10年以上になるとこれはこの脳科学じゃないけど習慣ですよね。確かに今日は書こうとか日記をつけようとかっていう言葉がもう習慣になってきて、あ、俳句日記やってますっていうような形になるんですね。そこのまあ違いですよね。その違いが脳が21日で察知してくれるっていう、この面白い話、これはですねためになると思いますよ。皆さんも、日記でも帳簿でも何でもお小遣い帳でも何でもいいので、21日間何かやろうと思ったらまず21日間やってみてください。面白いんじゃないかなと思います。あ、またなんかいろんなコメント入っております。池上さん、実動さん、掛け持ちご苦労様です、笑いって書いてありますね。お知り合いでしょうかね、実動さんに。池上さんです。で、実動さんはですね、池上さんありがとうございます、クス番組並行視聴お疲れ様です、ドア笑ってらっしゃるので、いや、いろんな交流会でね、皆さんね、どこでつながってるかわからないので、ご存知なのかもしれませんね。よろしくお願いします。私の番組もぜひご覧ください、お願いします。ということで、21日ね、これは私もですね、これもお話は面白いと思いました。これをぜひね、もう今日の俳句日記についてでもう皆さんにぜひお話しして、この日記ってね忘れちゃうからっていうのを、打破してですね、日記はもうつけるものじゃなくて、21日間日記といったらもう日記もう自然にやるものだから習慣づけということで、必ずあのアメブロでも何でもブログ皆さんねよく楽天でも何でもブログをやってますけど、ああいった Facebook なんかもね必ず毎日書くんだっていうのがもう習慣ですよね。スマホでも何でももうあの一言自分でちゃんとコメントを入れるとかちゃんと自分の言葉を残す、これはねあの習慣づけにされるともう絶対にあのいいことだと思います。そんなところで俳句日記のお話、今日はね、何でもないようで中身濃かったんじゃないかなと思うんですけど、まあ俳句日記ということで、もう一つどうしても今日お話ししておかなきゃいけないのは、今日はお彼岸の入りだということですよね。今日はですね、彼岸の入りなんですね。まあ俳句ですので暦とか日本の行事というものが、まあ、あの風物詩と言われるので結構まあ、あの大切にされてるんですね。なんでまあ今日はですね、まあ、お彼岸の話もちょっと、付け加えておきたいと思います。ちょっとまあ今はねお彼岸も古臭い話ですから、どっちかというと春分の日ということで祭日としてね、皆さんね楽しくお休みで祭日、どっかに行楽に行こうというようなね、ことで、祭日として、楽しんでらっしゃるんじゃないかなと思うんですけど、まあちょっとね一応ねお彼岸ということでお彼岸のまあ中日が春分の日ということになるので、この春分って書くじゃないですか、春を分ける春分の日っていうからには春が来て、お日様と、夜の月様の時間がちょうど半々になるということで、ちょうど2つに分かれる日ということで春分の日っていうふうに言ってるんですね。だから秋分の日というのも昼と夜がちょうど半分で、
今日じゃないな21ですね、春分の日は21日なんだけど、21日までの間は、ちょっと夜のが長い。でも21日になると半々、そしてその後はだんだん昼が伸びていくという、そして夏になっていく、季節あったかい季節になっていくという、まあ季節の節目ですよね。でそんな節目に、まあちょうど、お彼岸というものがあって、で春分の日を挟んで、前後3日間が、彼岸ということになるんですね。まあお彼岸といえば、あとはお餅、お供えのお餅、ぼた餅というね、これがまあ、 あのお彼岸にはつきもののお供え物だったわけですが、これがですね、もう今はですね、ぼた餅もおはぎも、もう全然どっちがどっちかわからないですよね。もうぼた餅だろうと、おはぎだろうと、秋だろうと、春だろうと、もうお供えのお餅はもう同じっていう感じで、まあぼた餅というのは、ぼたん餅と言われていて、これから夏が来るから、夏が来るじゃないですか。と、小豆っていうのは、まあなんか日本人おめでたい時によく食べるんですよね。綺麗な色が出るということで、薄いピンクのね、赤い色が出る、栄養の高い、豆ということで、まあ小豆でいろんなお菓子を作るわけですけど、で小豆のあんこを作りますよね。でぼたん餅というのは、これから夏になるから、ぼたん餅、そしてぼた餅っていうふうに昔は呼んでいたらしいんです。でこれはですね、こしあんじゃなきゃ本当はいけなかったんですって。これ知ってる方少ないと思うんですけど、ぼた餅って言ったら普通はこしあんなんですって。で、おはぎと言ったら、あの粒あんなんですって。そうかねって、今どっちもどっちで、どっちがどっちもないですよね。でどっちかというと私は粒あんの方が好きなので、春でも秋でも、まあ、もしそういった和菓子を食べるときに、そういうぼた餅とかおはぎとか、そういったあんこのお餅があれば、私は粒あんの方が好きなんですね。だから、おはぎでもいいかなと私なんか思っちゃうんです。そして秋かな、去年、夏、去年なんかね、去年確か見たんですよ、スーパーに行って。私粒あんの方が好きだけどなと思って、そうしたらね、確かに、粒あんの方がたくさん出てました。そしてですね、おはぎってやっぱり書いてありました。だけど今はひらがなでおはぎって書いてるんですね。これうまいとこですよね。そうすれば、はぎの花のおはぎですから、秋どうしてもね、漢字にしちゃうと秋っぽいじゃないですか。だけどおはぎってひらがなで書いてあれば、まあ、粒あんが好きな人は春でもいつでもいいかなっていう感じですよね。まあこれはね、どうなんでしょうね。ご先祖様にお供えするものだから、果たしてどうなのかわからないですけど、まあ私ぐらいの年だと、そろそろどっちがどっちもわかんないかなって感じですね。こしあんも粒あんも、ぼた餅が春で、おはぎが秋でっていう風に、果たしてどうだろうっていうような感じです。見てみると面白いと思いますよ。なかなかね、ぼた餅ってこの頃はないですね。やっぱりつばんの方がきっと人気があるからなんだろうと思います。まあお彼岸ということで、そういった話題になりますが、それではね、今日は講座の日ですので、少し俳句的に分析したお話もさせていただきたいと思います。今月のテーマ、お花見ですが、そんなところから作った句をいくつか例句に挙げて説明したいと思います。例えばこちら、4度目の震災の後花つぼみ、4度目の震災の後花つぼみ、例えばこの句です。これはね、4度目の震災って言えば、震災の後って言えば、今年は、東、日本大震災の、あれですよね、4年目
4年目の 3.11 があった年なんです。今年で4年目になる、 3.11 が来てから今年で4年目になるということなんですけど、まあそれを俳句で読んだんですが、花つぼみと、しております。この花ってつけておりますので、これは、俳句では花といえば桜のことを指すんですね。ですので、この 3.11 の時期にはまだ先週ですよね、もちろん今もですが、花はまだつぼみでまだ咲いていないという、このね、震災のあと、津波に、さらわれてしまった海辺の町にまだ桜のつぼみがぽつりぽつりと、多少なりとも残っているのではないかと、よくニュースなんかでね、見ましたよね。まあ卒業の時期ですが、なんかそういったちょっと切ない思いを、読んでみました。で、花とつけておりますので、これは桜を指していて、季語になるわけなんですね。それからですね、次は、こちら今月の例句ですと、こちらになります。風と消え、淡雪かしら夕あかり。風と消え、淡雪かしら夕あかり。これはですね、淡雪という季題を使っております。で、ちょっとね、考えると、この淡雪っていうのは雪がつくので冬の季語じゃないのって思われる方多いと思うんですけど、この淡い雪ということで、淡雪というのは特に春の雪のことを言うんですね。で、ふわふわっと綿雪のような、ボタン雪のような、春の雪のことを、淡雪と言います。ですから、ふわ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 っと風にこう消えちゃいそうっていうようなね、そういった、春先の、句なんですね。で、まあ風にも消えそうで、夕明かりで、明かりにちょっと照らされて、雨かな雪かなみたいな、下に着く前に、いつの間にかハラハラとあられのようにちょっとキラキラって白かったかなって思ったか否かのうちにこう消えちゃうというような、春の雪、淡雪の風情を読んでみました。それからですね、こちら、もう一句こちらになります。短くも命咲かせる早桜。短くも命咲かせる早桜ということで、早桜といったら、まあ、ちょうどこの頃のね、彼岸桜が多いわけなんですけれども、まあ、お彼岸の頃の桜というのは、色が濃いんですね。赤く、まあ、桃の花に近いような色の濃い品種が、彼岸桜と呼ばれているものですよね。ですから、まあ、こういった彼岸桜と呼ばれているこの、ご先祖様をこう、ね、お参りして、お墓にお参りして供養する時期なんですけれど、こういう時期はね、短く、1週間ぐらいしか咲かない桜なんですけれども、短い命を赤々と燃やすように、ね、命の火のように、早桜は、咲かせている。なんかね、早いほどなんかこうね、赤々とこう激しく燃えているのかなっていうような、気持ちを、まあ読んだんですね。桜っていうのはね、なんかね、短い花なので綺麗だし、国の花でもあるんですよね。日本の国の花ということで、やはりね、命の尊さみたいなね、ものを感じさせてくれる美しい花ですよね。やっぱり日本人は桜が好きだっていうのはね、もう国の花、国家ですから、まあ当然なのかなって思うんですけど、またこういう卒業だとか入学だとか、こういった人生の節目をね、こう美しく飾ってくれる花ということで、
もう桜のようにね、バッと咲いてバッと散れたらもう本当美しいだろうなっていうようなね、あの人生の例えに使ったりもしますよね。まあそんなようなところで、お花見今月のテーマ、今日の今月のテーマのお話は、お花見という、ことでいろいろなお話をさせていただきました。東京の、今年のですね、お花見の、開花の、予想は、3月23日頃が開花日ではないかと言われていて、そして満開は4月の1日頃になるのではないかと言われているようです。少し、例年並みもしくは少し早めということらしいんですね。ですので皆さんちょうどね来週になります、来週になりますので、このね3月と4月のこの年度替えに、ちょうど、満開を迎えるようなので、楽しみにして、お花見、見に行って、見てください。それからですね、そうですね、あとちょっとですね一句ご紹介したい句を、挙げさせていただきます。ですね、今日はですね、俳句の方でねちょっと、大会がありまして、そちらに、出した句、まあ最高点にはならなかったんですが、まあちょっとパラパラっと少し点が入りましてまあちょっとね、まあ拙い句ですが、今年出した句をちょっとここで発表したいと思います。ですね、物の目の力よ伸びろ太陽へ、物の目の力よ伸びろ太陽へという句を、先日、発表させていただきました。最高点にはもうちょっとでしたが、なかなかね人数も多かったので、まあ、ちょっと点が入りましたのでご紹介させていただきました。こんなところです。ですね、それではですね、来週はですねゲストをお招きする週になりますので、来週のゲストですね、佐々木さんを、皆さんね、よくご存知の、ヘアメイクの、佐々木さん、お招きしたいと思います。なんかね女社長ですので、いろいろなお話が聞けるかなと思いますので、カフェの方で、ゲスト、トークを配信したいと思います。それではですね、最後に今日の一句で、お別れしたいと思います。3月18日水曜日、曇り、彼岸入り、風柔らかくなり始め、彼岸入り、風柔らかくなり始め。上野貴子でした。今日はね俳句日記の話で、本当私は俳句日記をですね、提唱しておりますので、皆さんも、21日、絶対1回でいいですから21日やってみてください。そうすると絶対に自分の頭が日記書こうっていう風に習慣づけで、思い出してくれるように頭がインプットされてなるということですので、皆さんもねぜひ、やってみるといいと思います。それではねちょっと今日時間が、ギリギリ半端になりました。コメント入れてくださった皆さんありがとうございます。ですね、ありがとうございます。先ほど読ませていただきました。はい、そうですね、またですね、俳句講座も毎月第3週に、予定しておりますので、皆さんですね俳句のことちょっとでもね知っていただけると面白いと思います。で日記に関してはもう私は本当にね提唱しておりまして、もう本当におすすめですので、いろんな意味で、習慣づけられてなんかねそういう脳の活性化にも使われるといいんじゃないかなと思います。それではオープニングにですね紹介しました、曲は、新井幸恵さんのサッチーこと新井幸恵さんの、ありがとうというこちらのアルバムの、曲を、オープニングに、流させていただいております。これよくいつも流させていただいているんですが、ありがとうの中から、流させていただいております。それでは、今日もですね、またコメント入れてくださっております。池上優さん、
俳句日記素敵ですね。あ、いやありがとうございます。もうそう言っていただけるともう本当嬉しいんです。本当にね、いいことですので、ぜひ子供の頃いやいややらされた絵日記のようにね、なんか1回や21日やってみてください。そうすると頭が覚えてくれてると思うので、何かやるときに、そういった何か継続するということのね力につながるということなので、ためになるんじゃないかと思います。それではそろそろお別れしたいと思います。上野貴子の俳句 PP。 それでは皆さんさようなら。また来週、来週は佐々木さんゲストです。皆さんお楽しみに。バイバーイ。